はい、今日の本題はね、クラファンで VIP に時間を使わせないリターン設計という話をしていきたいなと思います。こちらはね、これ結論から言うと、今日は答えが出ないかもしれない。そしてこれね、昨日森次先生というですね、西野昭弘さんや鴨頭嘉人さんのボイシースポンサーを同時に3ヶ月やられた、すごいね、もう保険の大先生であり、元プロのね、アーティスト、もうシンガー、ロックシンガーをやられていた森次先生の、発信から始まったテーマでございます。あのね、これ、昨日森次先生がこういうね、投稿してたんですね。はい、読みますね。クラファンで応援したい気持ちでお金という支援をした後に、いろいろと写真とかプロフィールくださいとか、時間を取られることにストレス感じてるのは僕だけなんでしょうかというね、発信があったんですよ。これをね、昨日 Facebook 上で森次先生が挙げていて、もう一つ目にめちゃくちゃわかるっていう共感を感じた後に、二つ目にやってるわ申し訳ないっていうね、多分気持ちがみんな浮かんできたと思うんです。これね、結構 VIP 側の人、もう10万30万をバンバン投げてるタイプの人たち、はね、この前者聞かれることにも苦痛を感じてるんです。実はもう私もめちゃくちゃ聞かれるんです。あとね、支援するときに高額のものがなくて一撃でしにくかったりしたときに、ついね、その支援の方の備考欄とか見ないんですよ。で、その後になんか名前を入れたい、なんちゃらを教えてくださいって書いてるんですけど、やっぱこれ読まないんですよね。バタバタしてるんで、我々ね。で、それ買った後に聞かれるんですよ、メールとか。結構はね、焦らされるわけで。で、逆に今私も実は森次先生にめちゃくちゃ、送ってるんです。本の書籍の紹介がね、2.5 ページあるんで、どういう風にしたいか、もしよかったら素材くれませんかっていう風にぶん投げてるんですよね。で、これ難しくて、こっちでひな形作って送ってもいいんですけど、例えば森次先生のさ、チンコもっこりしてるフレディのさ、やつとかめちゃくちゃ面白くて俺採用したいんだけど、これちょっとでも送ったら逆に失礼なのかなとかね、やっぱあるんですよね、この微妙なラインが。ね。いや、それはね、私も森次先生と対談もしたことあるし、お会いしたこと何回もあるしね、距離感はね、会ったことない人に比べたらまだね、近いかもしれないんですけど、わかんないじゃないですか。ひょっとしたら、いやいや、さすがに本載せるのに、このちょっとエンタメ感満載な絵はやめてよって言われる可能性もあるわけで、だからね、雛形が作りにくいっていう状況があってですね、これもね、まあでもある程度のやっぱ、どっちにしろ雛形あった方が嬉しいに決まってるんですよね。私も結構ね、ご紹介どうしますって言われて、あ、もうロゴマークこういう風にバーンって載せてもらって、あとのもう下の方はもう文を載せてもらえばいいですって言ってね。で、ざっくり長文を送られてきたことあって、いや、これはもう誰も読まないんで、もう超単純にうちの理念を産業とかね、そういうこと言ったこともあるんですよ。で、本当にこんなにいいんですかって言うと、あ、もう全然、もう逆にこっちの方が俺らしいんで、とか言ってね。それで終了したこともあります。だからね、ほんと VIP も人それぞれで、で、中にはね、これ名前出していいかわかんないんですけど、細野オーナーとかね、株式会社ビースの細野隆史オーナーとかは、どやりたくないって言うんですよ、最近。だから名前とかも出してほしくないっていうタイプだから、これもね、難しいんですよ、実は。やっぱこういう細野オーナーみたいなタイプの人もいますし、でもね、どやりたい人もいるんですよ。俺とかもめちゃくちゃどやりたいし、名前出してほしいんですよ。ただ、時間を取られるリターンならもう逆にめんどくさいからいらないぐらいね、なっちゃうのもわかるんですね。私何回も何回も言われたらもういい加減無視し始めたりとかね。もうこれほんと立ちの悪いことしちゃうタイプなんですね。で、森次先生の今回の投稿は優しい。これで、ね、みんな思ってたけど言わなかったことをバーン出してくれたんですよね。まあ、ひょっとしたら原因俺かもしんない。金曜日までに 2.5 ページ分お願いしますって何回も送ってるんですよ。だからね、今日も送ります。おい。いや、でも、これはね、ほんと森次先生のはみんな共感してて、クラウドファンディングって弱点がちょっとあるんですよ、リターンに。何かをリターンしないといけないっていう掟があるんですけど、私この中で一番厄介なものって、一つあるんですね。ただただ支援って、メールのお礼を言わないといけないっていうルールがあるんですよね、クラファンには。で、メール送ってくるじゃないですか。あれほんとうざいなって思うんですよ。読まねえしどうせっていう。誰も読んでないんですよ、あんなの。そういうもんなんです、実際は。でね、
お礼の動画送りますとか言うけど、送ってこなくていいし、正直。で、送ってこない人も実際います。もうそれが分かってるんでしょうね。もういらないっていうの、実は。もうほんとそういうのね、結構ね、はびこってて。で、私も、あ、そういえばあれしたけど送ってこないでいいなと思ったりもあるんですが、いや、でも送ってこられても別にいらねえし、いいやって黙ってるんですよね。これみんな今ね、聞いてる人は、うんうん、分かるって言ってます。間違いなく言ってます。で、やっぱね、言われるのが何かリターンしないといけないっていう、このクラファン業界の常識っていい加減もううざいと思ってて、送らなくていいよ別にっていうね、寄付型なら寄付型で、なんで俺言わねえといけねえんだよ、意味わかんねえんだよタコって思うんですよ。そりゃね、物を求める人たちっていうのは、他者貢献理念がないような、なんとなくその人が好きだからとか、機能にね、意味を求めてる人が多いと思うんです。例えば5000円払うんなら、5000円の商品返ってくるものね、そういう機能にね、重きを置いてる人は、そういう風にすればいいんですよ。もうクラファンじゃなくて、買ってるわけだからね、ほぼ商品を。そういう人は多分送られてこないとブーブー言うんですけど、もう我々みたいな界隈にいる存在っていうのはね、もういいんですよ。お返ししたかったり、応援したかったりをしてるんで、もういちいちメールとか送ってくんなって本当に思うんです。あとクラウドファンディングのシステム上、支援したら支援ありがとうございましたのメール。もうあれですらうざい。あれ一個ならいいんですけど、後からね、支援者様が長文の巻物を送ってくるセンスないやつ。もうほんと、あれね、自分の気持ちを長々書けばその人のためになってると思ってるかもしんないけど、お前の気持ちなんかぶっちゃけ興味ねえんだよっていうのがね、これ本心なんですよ。これ本当に本心なんです。長文の言葉なんかいらない。っていうか迷惑。もう本当に、LINE 一つのがまだいい。もう支援ありがとうございました。次は支援させてください。この言葉。次支援返しさせてください。これさえもらえれば安心するんですよ。ほとんどがこれ。だからね、メールをね、皆さん送るのやめた方がいいっすよ。これ私ね、今回のクラファン、他社貢献クラファンで、1000円のね、メールは送りますって書いてますけど、あれ送ってないでしょ。いや、あんなもん送られたってね、どうでもいいし、鬱陶しいんですよ。1000円払ってね、私からわけのわかんないメールが来るんですよ。いらねえよってなるんですよ。それ西野明宏さんから動画送られてくるって言うなら5万8万みんな払うじゃないですか。ね。まあ、ぶっちゃけ私も西田明さんの、提灯の時とかあったじゃないですか。ハロウィンナイトの。お礼のなんか画像とか動画。あれ見てもないですよ、ぶっちゃけ。そういうもんなの。で、多分みんな見てもない人多い。もうなんかあったじゃないですか。500枚ぐらいあって、何百枚かわかんないけど、100枚ぐらいの中で、探してください、みたいな。あれも最高だなと思いましたもんね。やっぱコストはこっちにかかってるのはもうしょうがないし、ね。西野さんとかレベルになると忙しいからな、インフルエンサーだからなってやっぱなっちゃうから、もうしょうがないし。でね、探さないんですよ。もう、私とかもう探してもない。自分のがあるのが興味がない。ぶっちゃけ。もうそういう領域なんですよ。だからね、VIP とかもう10万以上平気でポン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 投げる人たちに対しては、もうリターンをね、考えないと悪い世界に入ってきてます、世界線が。もうスポンサー権、あなたのことを SNS で応援します、だけでいい。それでしようがしまいが、ね、自分の、気が向いた時にその人がイベントがあってる時にシェアをする。もうこれだけが一番ベストだと思います。もう50万、100万だから何か返さないとやばいっていうのはわかるんですけど、それはね、本人に聞いて、めちゃくちゃどやらせたいんですけど、もう勝手にやっていいですか？お時間使わせないんでって言って、あ、それで任せていいですか？って言われたらきっと喜びますんで、こういう風にやっていきましょう、これからは。あとね、ただただ支援のメールうざい。これやめた方がいいです。ほんと、人によって考えた方がいいです、これは。本当にもらって迷惑ですからね。私もらった瞬間中読まないで消してますからね。はい、邪魔削除って言ってね。私1日に来るメールほんとすごい量来るんで、バンバン消すんですよ。いらないものは。もう仕事のメールが混ざってくるし、振り分けなんか信用してないんで、いつも迷惑メールのとこ入ってるんでね。迷惑メールも1日朝起きたら50件ぐらい来てますけど、全部チェックしてですね、朝一。消してますからね。運転中とかもよーく見ながら消してます。パパパパパパパっていらないものだけ。必要なものだけ残して移動させてます。森次先生のね、昨日の投稿、マジで革命だと思っています。これ私もやってますんで、やってる方なんですよ、皆さん。ちなみに偉そうなこと言ってるんですけど、これもうね、相手のコスパとタイムパフォーマンス、奪わない設計をね、リターン出す時点でも考えた方がいいです。VIP に対しては、こういうのでいいですかって確認した方がいいですね。もう事前入り口段階で確認しとけば、出口段階ではね、時間奪わないでいいんでですね、皆様ぜひとも、こういう形でやってほしいなと思います。あと、スポンサーにしとけばね、広告宣伝、
高校生で